みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほです。はい、ということで今回ですね、キャンドゥで1000円チャレンジをしたんですけども、そのね、1000円チャレンジをして買ってきた購入品紹介をしていきたいと思います。キャンドゥって忘れちゃう、なんかでも本当に久々のキャンドゥだよね。一番やっぱ近くにはキャンドゥがないので、はい、ちょっと行くぞっていう時じゃないといけないんだよね。なので久々にキャンドゥに行ってまいりました。はい、はい、ということで、しほちゃんが選んだ1000円だね。1000円ね。のお買い物を紹介してもらいたいと思います。これリミバもあるよね。リミバとしほ版と、ね、分けてます。今回は今回はしほ円です。はい、紹介していきます。はい、じゃあまずね、ちょっと全体的にはどんなのか、お、見ます。こんな感じです。ちょっと汚いですけど、お、うまい棒が目立ちます。散々しておりますね。ということで、1個ずつ紹介していきます。はい、まず1つ目はこちらのスマホスタンドですね。はい、なんかあってもなんかすぐなんかどっか行っちゃうというか、パパになんかパパになんかパパが使ってるというか、まあなんかこうしほちゃんだけっていうのがあまりないんですよ。なんかパパが使ったり、うん、いろいろしてるとね。そうだね、うん、なるほど、なんですよ、うん、なのでしほ専用を買いました。はい、続いてはこちらです。これお弁当箱みたいで可愛くない？タッパー。小物ケースだね。小物ケースタッパーなの、うん、めっちゃ可愛いと思って。こういうのにね、ピンとかを入れてもいいしね。最近こうモノクロ的なのにハマってるということで、はい、この色。これでもラスト1個だった気がする。マジもっといっぱいあった気がしたけど、こんな感じで。はい、続いてはこちらです。小物入れ的な感じ。そうですね、イヤホンとか薬とかが入る、うんうんうん、です。私イヤホン入れようかなって思ってます。2つに分かれてるんだね。はい、はい、透明なケースですね。まあ1個あげるよ。なんでイヤホン1個しかないから。はい、次ですね、4個目です。400円目。こちら音が広がるスマホスタンド&スピーカーということで、うん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 、こちらですね、スマホスタンドとしても使えるし、スピーカーとしても使えるっていう。なるほど。じゃあコースターの名もあるし、スピーカーにもなるっていう。最近音楽聴くんでスピーカー欲しかったんですよ。はい、すごい良かったですね。本当音楽好きだもんね。うん、マジでいい。これ一回流してみる。スマホ、ちょっと鳴らしてみましょうか。皆さんどれだけスピーカーって何なのか。どれが、著作権とかどうすればいいの。あ、わかった。しほりみのやつ流せばいいんだ。うん、皆さんこんにちはって流せば。まず普通です。うん、皆さんこんにちは、しほりみちゃんのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はが、はい、がですよ、うん、このスピーカーに入れると、うん、皆さんこんにちは、しおりみちゃんのしほです。はい、ということで今回音量同じ。今回は音量同じ。あ、じゃあちょっとやっぱ大きく聞こえるかもしれない。だよね、聞こえるよね、うん、音が跳ね返ってさ、うん、うん、スピーカーです。うんうん、うん、聞こえたよ ね。大きく聞こえましたね。はい。まあビビたるものかもしれない。気持ちのものかもしれない、ね。気持ちのないかもしれないけど。まあ100円なんでね、その辺は、ね。まあ。はいはい。次行きましょう。次はですね、こちら2個買ったんですけど。はい。お気に入りのシャンプーとか化粧水を持ち運びできる、はい、これなんか人気があるみたいです。インスタとかで。そうなんですよ。これもう形かわいいしさ、色かわいいし最高じゃない、ね、好きなものを持っていけるっていいね。私さ、
本当に好きなわけ、こういうの。大好きだよね、本当に好きだよね。ちっちゃいの好きなの。だから旅行とかに行くとかとか。かわいい、めちゃくちゃかわいい。どうしてこんなかわいいの。欲しい、かわいい。かわいい。めっちゃ思ってたよりちっちゃいかもしれない。どれぐらい、ちょっとしか入んないのかな、やっぱ1回か2回分ぐらい、うん、そうだね。うん、やだ、かわいい。これ持ってこ、かわいいね。でもね、子供今年さ、修学旅行ないんですよ。そうだよね、修学旅行あったらこれに入れてこうと思ってたんだけど、うんうんうん、ないからですね。でもいいじゃん、またまたね、来月、うん、来月じゃないわ、来年使えれば、うん、いいですね。かわいい、かわいい、めちゃくちゃかわいい、やばい、かわいい、かわいい。すごい、4色なんだね。はい、4色買ってきました。続いてはね、目元にオーロラなんとかライン。おー、目元をちょっと白くする感じ。なんて書いてあるこれ。ツヤ、ツヤライン。で、こんな感じにね、白いラインが引けるんですよ。ちょっと開けてみましょう。でも私まだね、アイライン引いたことなくて、うんうんうん、可愛いって思って買ったんですけど。このさ、目のそのなんだっけ、あのアイプチするときにさ、塗る感じでいいんだよ。なるほど。一本引いてみますか、ちょっと頑張って。鏡じゃないと思う。鏡、鏡、目尻の方だけ、そうそうそう、感じ。全然わかんなくない。確かに。あんまりこう、濃い白じゃないのかな。なんか薄く、ね。めっちゃ薄い白って感じ。かき混ぜたらあれかな。あんまり出ないね。一応塗ってみたんだけど。あ、でも、光ってる、光ってる。若干光ってるね。うん。うん、続いては、こちらのね、箱になります。はい、面白い箱ですね。あの、収納に使いたいなと思って買ってきました。はい、2つ。はい、2つ。ちょっと組み立ててみましょう。はい、お、できました。お、いいじゃん、箱できました。かわいいで、かわいいで、かわいいで、かわあ、いいじゃん、シンプルで。ね、かわいい。ね、かわいい。これはね、あともう一個作りたいと思います。はい。ラスト10点目ですよ。はい。はい、逆、こっち。こっちで。逆。こっちです。はい、10点目です。はい。10点目は、こちらの、うまい棒10本でーす。10本で100。そう、10本で100円。はい、全部違う味。はい、全部違う味です。味紹介しますか。はい、たこ焼き味、はい、納豆味、はい、チーズ味、チーズ味、チーズ、照り焼きバーガー味、はい、タイサラダ味、はい、野菜とサラダって何が違うんだろうね。コーンポタージュ味、はい、明太味、はい、海苔塩味、はい、ラストがとんかつソース味ということで。すごい、海苔塩味なんてあったんだね。ね、初めて見たよね。海苔塩味はなんかあんま聞かなかった。やっぱ一番はこれですよ。ね、人気だよね、コンポタはね。ママは明太が好きだけどね。マジ？明太美味しいよね。明太味が濃い、濃いけどね。コンポタが一番好き、私は。はい、こんな感じでね、うまい棒10本入りましたね。はい、以上でございますね。選べますか、じゃあ。はい。こんな感じかな。はい。はい、じゃあこんな感じだね、しょうちゃんの買ったものは。はい、やっぱ相変わらずこう、黒白ですね、やっぱり。うん、ね、ここレインボー。そこはまあ、うまい棒だからしょうがないけど、ね、基本なんかこう、雑貨品は。確かに黒白が多いね。黒白だね。ね。はい、こんな感じになりました。はい、ということで今回はね、どこだっけ、キャンドゥキャンドゥでね、買った購入品チョコをしてみました。はい、
ということで、それでは、バイバーイ。バイバーイ。